Hi everyone! How is it going? It's me, Takeharu. Please call me Taira. Today's practice number 80. So, how to use ER more and EST most? ということで、なんで、question phrase and sentence.疑問文の作り方ということですね。比較級、最上級の疑問文。で、ざっくりと、ざざっとおさらいですけども、A よりも B が何々だと。大きい、いい、長い、細い、小さい、とかですね、比較をして表すときに、その比較をするもの、まあ、単語の後ろに ER をつけて、だ、何々。なんとか ER、トーラー、背が高いだったらトール、トーラーダン、何々としたりとか、もしくは、more、なんとか、なんとか、more interesting、more interesting、more beautiful than 何々、A よりも B の方が美しいとかっていうときに、使ったりですね。あと、最上級に関して言えば、最上級に関して言えば、まあ、この中で一番何々だと。例えば、この中で一番、うん、まあ、さっきも言いましたけど、美しい、っていうんであれば、まあ、同じようにこれ、EST。で、さっきの beautiful、ビューだったら長いので、こっちも長いやつは more をつけましたね。長いやつに、most、まあ、こっちは、まあ、tallest. The tallest in the school, in the high school. In, まあ、in 何々。この中で、この町の中で、この学校の中でって in をつく。まあ、こうありましたね。で、これを聞くときにどうするかっていうとこですね。こっちとこっち、A と B どっちが高いのとか、この中で一番好きなビデオは何、好きな映画は何とかって聞くときありますよね。この赤と白どっちがいいと思うとか、まあ、カップルでいたときなんかよく聞くと思うんですけども、そういうときのシチュエーションで使うフレーズを紹介していきたいと思います。まず、まあ、例えばそうですね、どっちがっていう時に使うフレーズでよくあるのが which which 何々っていうふうにしたら比べることができますね。例えばまあよくあるのがまあなんでしょうね、2人の男の子男性がいて、それに、その二人に向かって言うときに、どっちの方が年上なのとかって、同じぐらいの、例えば年齢がいて、年齢がわからないときですね。そういうときに使うのが、which is, まあ一人、その二人のうち一人を言いますんで、which is これ切ってもいいですね。まあ、例えば、2人を目の前にして言うときなんかは、which is older? Which is older? 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 Which is older? で、聞きますね。で、例えば、その2人いて、1人は どっかに行ってしまったと。で、そのもう1人の方に対して、どっちの方が年上なのって聞くときに、which is older than your or he? Which is older? Older?Older, which is older, older, which is older, than your, than you or he. ということですね。で、ここが、まあ、ちょっと、発音で見てみましょう。似てますけどね。old, old, 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 old の比較で、older,
older なんで old older 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 と、注文するのオーダーは order 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 なんで音が違いますんで、間違わないようにというか、まあ、なんでしょうね、まあ、そういう似たような音がありますんで、頭の片隅にでも入れといてもらえば order which is order which is older than you or he っていう感じで聞きますね。どっちが年上なのっていう形で聞きますね。で、あとは、まあ、どっちの映画が好き？まあ、なんでもいいですね。この、例えば、まあ、映画館で、二人で、まあ、見に行きました。まあ、それはまあ、例えば、彼女と行ってもいいし、彼氏と行ってもいいし、まあ、誰でもいいんですけども、行くときに、例えば、A っていう、映画と B っていう映画があったときに、どっちがいいって。まあ、A、B。A、B でもいいし、まあ、その、二つでも三つでもいいと思うんですけども、まあ、基本的には二つになるんで、比較っていうのは、どっちがいいとかなんで。このときに聞くのが、Which?Movie? Which movie do you like? Which movie do you like? Which movie do you like? どの映画が好き？まあ、あなたは好きですか？どの映画がっていうことなんで、いう形ですね。こういう表現もできます。あとは、まあこれも買い物になりますけどね、カップルで買い物に行って、まあ女性が男性に対して、まあその逆もあると思うんですけども、どっちがいいかな、この青いやつと白いやつとかっていう時に、同じように Which do you Which do you thinkWhich do you think? Which do you think? Better っていう表現が出ますね。そうですね。Which do you think better? で、まあ、これはもうわかりますよね。Do you think? あなたは思う。あなたは考える。どっちがよりいいかっていうことなんで。Which do you think?Which do you think better? というふうな聞き方をします。で、まあ、この Which movie do you like? まあまあ、発音的にはそんなにね、Which movie do you like? 僕が気になったのは、この発音ですよ。Older. Which is older? Which is older? Which is older than you or he? と、Older.オーダーの違い、注文するの違いですね。まあ、文脈で考えるとは思うんですけど、似たような発音があったんで注意かなというところですね。Which do you think? あと、この、Which do you think? シンクではなしに、th の、濁らない方ですね。Which do you think? Which do you think better?Better なんですが、まあ、これは、better っていう風な感じになりますね。t の音に関して言えば、dd に変わったり、r t に変わったり、r に変わったりしますんで、この場合は、which do you think better?、which do you think? Which do you think better? Which do you think better? っていう感じの、と、better の違い。で、覚えておけばいいかなと思います。で、これ比較級ですね。比較級です。で、この中で一番っていうふうな感じを、選ぶのであれば、選ぶというか、最上級ですね。こっちとこっちどっちがいいっていうふうに聞く比較級の聞き方と、あと、この中でどれが一番好きとかっていうふうに聞くときには、まあ、単純に、ここに、
Which movie do you like the best? Which movie do you like the best? Which movie do you like the best? っていう感じの聞き方をすれば、The best で一番好きなっていうことになりますので、Which movie do you like? あなたは好きですか？あなたは好きですか？どの映画がこの中で一番っていう話になりますね。Which movie do you like the best? Which movie do you like the best? っていうことで、聞くような形ができます。で、まあ、この場合は、例えば、下の場合はね、下の場合はどっちがっていうんじゃなくて、この中でどれがいいと思うっていう感じだったら、このベターではなくて、ここも同じように、the best。に変わりますね。Which do you think? Which do you think the best? 一番、do you think? どれが?Do you think? あなたは考えるどれが一番いいか。どれが一番いいと思うということですね。Which do you think the best? Which do you think the best? ということですね。こういう表現ができますんで、使い分けしてみたらいい。まあ、なんとなくわかりますよね。もう本当にこの短く、まあ聞く、Which is order? Which is order? って聞くこともできますし、What movie? Which movie? Which movie do you like?で、これ、どっちがっていうことで言いましたけど、例えば、ここを、What movie do you like? っていうふうに聞くこともできれば、What movie do you like the best? 何の映画が一番好きとか、What に変えて、表現することもできますんで、覚えておけばいいかなと思います。はい、では今日はここまでですね。ありがとうございました。ツッコミコメントとか、いいなコメントありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。間違ってるよーっていうのがありましたらね、指摘大歓迎ですので、お願いいたします。まあ、いいねボタンもお待ちしてます。チャンネル登録もよかったらお願いします。Thank you for watching this video. See you next time. Bye!